コロナ禍において明日をどう生きたらいいのか先行きが見えない日々に不安は広がり繰り返されますお釈迦様は私たちが生きるこの世界に常はなく全ては縁によって生じると説かれましたこの真理から申し上げるなら明日どうなるのかわからないのがこの人生この命でありますが それでも季節はめぐり瞬く間に時は過ぎていきます特にこれからこの春進学や就職こういった人生の節目の行事を迎える皆様は時に大きな決断をしなければならないことがあるかもしれません今年のお正月に離れて暮らす弟からこういう年賀状が届きました コロナで会えず動けずそれでも今こそ自分を高めるときその言葉を見て急に思い出したことがありますおととしの夏の終わり久しぶりに会った弟は言いました「兄ちゃんいいのか悪いのかまだわからないけどこの秋に会社を変わることにした」 とにかくやってみるわ弟は何事も慎重で仕事も人間関係も堅実なので多分相当悩んで決めたんだろうなってそこで急に思い出したのが私がまだ弟と暮らしていた26年も前のことです当時私は二十歳で 年年の離れた弟は小学校5年生。バスケットが大好きで私たちのために父が買ってくれた大人用のゴールに向かって「兄ちゃん見てて」そう言って小さな体で精一杯投げるんですけど大人用だからボールが届きませんそれでも諦めず楽しそうに。 もう一回こんなふうにいつまでもボールを投げ続ける当時のあの姿を急に思い出しましたあれからもう26年もたって今では私よりも背が高く自分の意見を持って挑戦するその姿はとても大人びて見えましたその弟の姿と 年賀状の言葉を重ねて思ったことが今の私は自分自身はどうなのか昨年の春緊急事態宣言下にご法事やお寺の行事は延期や中止になり葬儀という送りの場に来ることさえ容易なことじゃないもちろん 仲間と集まって相談もできない今までに経験したことのない現実に戸惑って何もかもためらう自分がいましただからなおさらコロナ禍にあっても新たな挑戦をし続けて今こそ自分を高める時こう言って一歩を進める弟に 大切なことを気づかせてもらったような気がします百尺関東上なお一歩を進むこういう禅の言葉があります百尺は約三十メートルその竿のもうこれ以上先がないというところまで上り詰めたとします足場もありませんでもそこからさらに もう一歩進みなさいとこの前後は教えます。みなさんも想像してみてください。高い竿の上です。どうしよう。この辺でやめとこうか。今はこれぐらいで仕方がないだろう。ぐるぐると思いをめぐらせます。つまりこの長い竿のてっぺんというのが、 不安や心配に迷う私たちの今を例えていますそしてこの時心に留めておきたいのがさまざまな思い計らいに揺れ動いて一喜一憂する私たちの迷いで本当に大切な大事な目の前にある現実を見失うことがあるかもしれないっていうことですだからコロナ禍にある今こそ 目の前にある現実を冷静に見つめて正しく知りありのままに正しく見る知恵に学んで堅実で確実な一歩を進めてほしいって思います今こそ自分を高める時弟に改めて教えてもらいました そこで今日は皆様にその実践の第一歩として一日少しの時間でもいいので静寂の中で心静かに座ることをおすすめをします実は昨年一年間世の中で心に残った音の第一位は緊急事態宣言下で閑散とした繁華街や観光地の静けさという 音です「昨年の春日本中は静まり返り私の暮らす街の静けさは先行きが見えない皆さんの不安な声にも聞こえたし一方でお互いを思いやるからこそ自粛することで感染しないさせないということを静寂という音が 教えてくれるようでもありました。だから今はただ私たちが忘れかけていた相手を思いやることから生まれる静寂という音の中で身と息を整え心静かに座りましょう。その時は私たちの不安な気持ちを静めて。 すべての人の幸せを一身に願う慈しみの心を育む一歩となるでしょう。